元経営者殺害事件強盗殺人容疑で知人の男を逮捕長崎佐世保。11月12日0時1分。10日、長崎県佐世保市の廃業した自動車関連会社の敷地で経営者だった男性が殺害されているのが見つかった事件で、警察は男性を包丁で刺すなどして現金を奪ったとして、知り合いの30歳の男を強盗殺人の疑いで逮捕しました。逮捕されたのは長崎県佐世保市小笹町の露天商アルバイト、佐竹秀樹容疑者、30です。10日の午後8時半ごろ、佐世保市城学町の廃業した自動車関連会社の敷地でこの会社を経営していた浅重隆次さん、66が血を流して死亡しているのが見つかり、首や腹に刃物による傷があったことから警察が殺人事件として捜査していました。警察によりますと、知り合いの佐竹容疑者から事情を聞いたところ、浅重さんを殺害し、現金などを奪ったことを認めたということで、11日、強盗殺人の疑いで逮捕しました。調べに対し、包丁で刺したり、殴ったりして殺害したと供述し、現場からは、凶器とみられる出刃包丁が見つかっているということです。警察は事件の詳しい経緯を調べることにしています。